はい、皆さんこんにちは、一輝です。ゼルダ無双実況プレイパート5始めていきます。で、前にやったシナリオの、このシナリオは難しいまだやってないんですが、他は全難易度をクリアしときました。じゃあ、シナリオがね3つあるんですけど、上から見ていこうか。デスマウンテン、神話の大地へ時のオカリナ編、黄昏の大地、トワイライトプリンセス編、スカイロフト、スカイウォードソード編。あー、なるほど。ってことは、つまりは、まあ簡単に言うと、時のオカリナに出てくるキャラクターが仲間になる。で、これはトワイライトプリンセスのキャラクターが仲間になる。で、これはスカイウォードソードのキャラクターが仲間になると。じゃあ、まあ時のオカリナ編で兄貴ことダルニアとルト姫仲間にしたいと思うので、まずはデスマウンテンからいきましょう。プレイヤー、まあシーク使いたいところなんですが、あのグってマークがあるんで、インパで行こう。武器は強に強化のレア素材増加ずっと使ってるんで、ずっとっていうか一回使った時にこれ使ったから、新しく出た時にね。インパはハイラル兵を率いて異次元世界の一つに足を踏み入れました。すいません、インパはってことは、そこにはリンク使えないの。似て非なる風景が広がっていました。やがてインパはこの地が神話に語られる時のオカリナの世界であることに気づきます。時岡面白かったな。この地のどこかにあるはずの転生の扉を閉じなければ。デスマウンテンに悪しき気配を感じたインパは、そこから捜索を始めることにしました。はい。そして彼女の後ろにはまだ多くの謎を抱えているシークの姿。よし、戦場状況。インパ、シーク、隊長。隊長多いな。戦切り替え、ゴロン隊長。ちょっと待って、勝利条件。ちょっ、今さ、兄貴仲間にしなきゃ言ってたばっかなのにさ、撃破はダメだって。しょうがない、戦闘開始だ。おい、リンクやラナと行けばよいものを、なぜわざわざ私と共に来た。無視すんな。どうも怪しい。お前はシーカー族の生き残りだというならば、族長の名前を知っていような。インパだろ。そうだ。そしてシークなる者は我が一族にはおらぬ。お前は何者だ。一体何を企んで。あ、プロクシー。妖精、お願い、ルド姫を助けて。ルト、ゾーラ族のゾーラの里の姫君だね。ルド姫はゴロン族にさらわれたの。ゴロン族のダルニアラは陽気ないい人だったのに、ゼルダっていう人に会ったら急に気性が荒くなって。ゼルダ、ゼルダ様がこの世界に。とにかく行って確かめよう。よし、どこに向かうかな。自分の位置が右下だから、とりあえず右から攻める。ほら、ここは通さないごろ。話し合える状況ではなさそうだ。押し通るしかあるまいな。
ならない、投石に行った。大きな石を落としてやるぞ。お前らにかまずにない。ああ来た、石が来た。やばい、ほら味方本拠地落石を被害。落石を止めなくては。山の中腹にある落石砦を制圧できれば。ミッション開始。山を登って落石砦を制圧するぞ。よし、ほらゴロン族はもっと大物なはずなんだが、ちょっと悪しき行いをなさるはずはない。一体何があったというのだ。よし、取り飛ばす。マークダウン、マークダウン。うわ、こっちの砦でも泳いでくる。ちょっと状況、こっちか。あいっせ、ちょっとで制圧、投石機、もうちょいか。よし、あった。くらえ、一刀両断。よし、ゴールだ。よし、出るね。邪魔だバカが。うわあ、ゴロン会長。よし、宝箱。ああ宝石が。邪魔だこら。よし、ガチャ。封印された武器を手に入れた。さあ次よ、下から回っていかなきゃいけない。右上のマップで確認してると、敵すっげえ来るんで怖いんだよな。よし、デックババ、デックババさん撃破。誰か救援を。ほらで、インパー、そう、インパーの武器構えるのすっごい時間かかるんで、会議でそのモーションなくすことが大事です。すいません、これ以上は。集まれ、一点集まれ。よし、一刀両断。よし、52点を。落石終了、ミッション成功。隊長がいる。ほらてめえ。よし、落石が止まったぞ。これで本拠地は大丈夫だろう。
タルニアさん出てきた。兄貴、誰が攻めてこようとこのダルニア様が蹴散らしてやるごろ。ダルニアが現れたか。彼の暴走を止めなくては。ダルニアを、ダルニア撃破していいの？ダルニアを落ち着かせた話を聞かねば。あの様子では力づくで抑えるほかあるまい。こっちから回ろう。邪魔だこら。すいません、これ以上は無理です。誰か救援を。せえなこら。あった、拠点、拠点が欲しかった。ほら、よし、ゴロン対処撃破。不要だ。今日はこの辺にしといてやるゴロン。よし、拠点になったけどちょっと敵が多い。拠点兵長すぐやられるから困るんだよ。そう、待って、ダルニアいるの？違う、兄貴、兄貴、もう兄貴そこにいるじゃねえか。インパダーシュ、兄貴をぶっ倒しに行く。いや、下から行った方が早い。兄貴の邪魔はさせないゴル。いたいた、なめんな。うおー、あー、さすが兄貴やで。てか目がおかしいじゃねえか。操られてんじゃねえかこいつ。完全にゴロン族の族長ダルニア。なんで怪力だ。うるせえ、なめんな。一刀、あ、ザコ狩れなかった。うるせえ、こら。いって、いやー、兄貴どこにいる。ほら、ダルニアは本拠地を狙ってきたか。このままでは大丈夫、俺が守ってる。てえな、バカが。ってほんと、ダルニア、さすが兄貴。うわ、ほら、もうちょい。いっけ、まだか。よし、兄貴倒した。その前に兄貴やっつけたぞ。嘘、待って、あ、よかった、ミッション成功。ダルニア撃破。やってくれるじゃねえか。一旦引き上げて出直したごろ。ダルニア撤退じゃねえ、取り逃がしたか。ゴロン族の増援。
ダルニアの兄貴、オラたちに任せるゴロ。そりゃゴロ。よし、拠点倒した。ゴロン隊長、ゴロン解放。してるのか、本拠地に秘密があるのか。兄貴帰ってくる。ちょっと待って、嘘だろ、これまずいな。本拠地陥落寸前、まずい。こっち、あのゴロン隊長。よし、一つ策を試してみよう。あの鳥で見たらしいわ。って、あの鳥でも防衛してくれないか。あの鳥でが必要なんだ。それはね、するんだが、先にこっちをやる。スタルチラ。あ、よし、スタルチラ、あの鳥来た。鳥で制圧完了。来い。ああ、やばい、ちょっとピンチ臭い。スタルチラどこ。嘘だろ、シーク、シーク遅いよ。マジか。あ、いた、誰に。あ、いた。知ってる知ってる、やってるよ。レベルが足りない可能性がある。
兄貴は勝ってんだけど、ちょっと2人ちゃん無視だわ。ちょっと待って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 、マジでマジでか。準備はいいな、作戦を始めよう。よし、ナイス。あ、なんか倒した。あ、兄貴くたばれ。なんだ、どうなってるこの。誰には逃げられた。ああ、俺様が部屋に隠しておいた極上岩ステーキが めちゃくちゃに。おのれ許さん、全軍出陣だ。出撃だ。うわ、これで解放。ちょっと待って、全軍来てる。ダルニアは復活できぬ。奴を叩くのだ。ダルニアどこ。うわ、ボム中来てる。オラのボム中で敵の本拠地を爆破してやるごろ。やめて。ゴロンお得意のボム中か。止めなくては本拠地が危ない。ボム中壊していきます。仲間、ちょっと待って、次のボムチどこ。あった、ボムチはそこか。ボムチュー、いけー。ボムチューよ、ゴロンの鳥がいい。残りのボム中がね、残りのボム中どこにいるの。固定少しずつ奪っていかないとまずい。よし、ボム中到達。お前がいたのか。そこは別にいいじゃない。これ無限ループの気がするからな。ちょっと待って。さあ、またか。セーフ。向かうのか。もうこのループマジでつれえ。逆から行こう。砦が減る。砦何回壊されんだよ。制圧しに行ってる。本拠地まずい。開いた、ボム中。よし、ボム中、ボム中ダッシュ。なめんな、これ。どうも、赤どもか。ほら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 、あそこにあった拠点兵。
ちょっと。ほら。よいしょ。ちょっと。よし。よし、制圧完了。次、任せた。少しは落ち着いたから。うわまずい。もう大丈夫だろう。隊長。あ、バッカラバコーン。ココさん。ココ来い。あ、来ねえか。まだ虫だボケ。よし。ほら。ちょっと待ってね。シークさん戻った？よし。シーク戻ったからオッケー。よし。よいしょ。ちょっと待って。これは行きたいんだからちょっと待ってる。よし。あ、違う、かけらだった。ちょっと、ヘイリスン、ハートの器かけら。あー、なるほど、そういうことか。ちょっと待って、早く通り通りで下に行きたい。まだ虫だ。ちょっと状況を見させてください。あー、なるほど、ボムチューがいいのか。ふざけんな。よし、上から行こう。上から行くぞ、気をつけろ。よし、これで終わり。
さあ進もう。どこだ、こっちか、下から。なめんなお前ら、クソ野郎どもは。いた、ほらこのクソ野郎どもが。してた頃、ルト姫を解放してくれないか。ああ、いいとも、あの娘には悪いことした頃。よし、ルト姫解放、やっと来た。散々な目にあった。ゾラ、ゾラだったっけ。セリフ、ふむ、ゼルダについて聞きたいとな。よかろう、あれは数日前のことじゃ。勝利、あぶねあぶね、拠点の体力ギリギリだったぞ。これノーマルのはずなんだが。お、はっ、かっこいい。さすがインパ様、かっこいいなぁ、ほんと。バトルクリア、 7000LP。 クリアタイム25分51秒、かかったなぁ。よし、技物大五郎。おお、まあそこそこだな。あー、リンクの武器とか取れてる。武器が持ちきれなくなりました。同じ種類の武器は10個まで。
へえ。これいらない。これもいらねえな。これもいらん。よし、プラスで確定。監禁されるルピー。ゴロン隊長の銃兜。胸当て。ビッグ帽の首飾り。兵士の岩。ナルニアでプレイ可能になりました。マジックハンマー。兄貴専用特製ハンマー。チュートリアルに人物紹介ダルニアが追加されました。ルトが追加されました。あれ、ルト姫使えないの？あいつを待ってたんだけどな。シークの攻撃アクションが増やせるようになりました。コキリの剣3を作ってみましょう。ということで、それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方、ありがとうございました。チャンネル登録、いかがでしょうか？次回もよろしくお願いします。